J リーグのサッカーが、まあ、いつかヨーロッパの5大リーグのレベルに追いつく日は来ると思いますか？もちろん来る可能性はあるんじゃないですかね。そのためには何が足りないと思いますか？時間も必要なんですよね。日本の J リーグができて、まだ、ね、どれぐらい？僕が小さかったから、まだ30年も経ってないですよね。うん。で、一方で、ヨーロッパのリーグは100年以上の、こう、歴史があって、まあ、その差を埋めるっていうのは、その、簡単じゃないんで、まず時間は必要です。ただ、それ時間だけ言ってたらいつまででも勝てないじゃないですか。だからやっぱ、こう、ヨーロッパの真似をしてたらダメですよね。真似するってところをスタートにするのは悪くないんですよ。で、真似し続けてたらダメですよねってこと。だから、学んで、真似して、それをやった結果、あ、この真似を続けていくべきなのか、真似をやるべき、やめるべきなのかを、ちゃんと判断していくフェーズにもう差し掛かってるんですよね。だからコーチングライセンスもそうなんですよ。なんか独自のルールをこう作っていく。で、指導者の競争環境をこう高めていくっていうのをやらないと、いつまでも日本のサッカーは、まあ、ヨーロッパのサッカーに憧れて、真似し続けて、いつまでも、その独自のスタイルがない、サッカー界になっちゃいますね。